菊ク勝則は、日本の格闘家、空手屋、鹿児島県鹿児島市出身、株式会社国旗代表取締役社長、フリーランス、沖縄憲法空手道を危険会の山城道に指示し、ファイトスタイルに反映させている。また、極真空手仕込みの打撃と柔道で培った身体バランスの良さがあり、フットワークを使わず三鎮で構え、 中でも、前蹴りとミドルキックの中間の軌道で蹴り込む、三日月蹴りを得意とする。東谷山中学校、鹿児島県立鶴丸高校時代は、柔道部に所属。高校3年の時に格闘家を志し、卒業後竹高光率いる、極真会館鹿児島県支部に入門。土木作業員のアルバイトで、上京資金を貯めながら、6年間空手の修行を行い、 小山ひとしらの指導を受けた。2005年、23歳で上京し、高坂剛主催のアライアンススクエアに入門、本格的に総合格闘家として指導する。ディープ、ZST 等の大会で着実に経験を重ねた。2007年、古傷である膝の悪化により長期欠場し、約1年間治療とリハビリに専念した。2008年5月19日のディープ35。 インパクトでの井上誠馬戦で復帰。2008年8月17日、ディープ37インパクトで、バルバル44と対戦し、パウンドによる TKO 勝ち。試合後、今までは極真空手が総合で活かせなかったが、今回ようやく総合で出せるようになりましたと語った。二千九年二月二十日、ディープ四十インパクトのライト級王者決定トーナメント一回戦で、 チョンブギョンに TKO 勝ちを収めると4月16日の決勝でも松本光一郎に小勝ちを収め王座獲得に成功した。また佐伯茂ディープ代表は聞くのは久しぶりにドリームに自信を持って出せる選手 K1 マックスに出ても面白いと話した。2009年7月20日ドリーム初参戦となったドリーム10でアンドレジダと対戦。 三日月蹴りからグラウンドに持ち込み、バックマウントパンチで TKO 勝ち。2009年10月25日、ドリーム12でエディアルバレスと対戦し、締め技でアルバレスの首を締め上げ、打撃でも互角の展開だったが、2アールに片方目で一本負けを喫した。2010年3月22日、ドリーム13で広中邦香と対戦し、 右フックで小勝ちを収めた。2010年7月10日、ドリーム15で JZ カルバンと対戦し、1から2の僅差の判定負けを喫した。2010年10月24日、ディープ50インパクトのメインイベント、ディープライト級タイトルマッチで、オビア・ノブヒロと対戦し、4から1の判定勝ちで初防衛に成功した。2011年5月29日、 ドリームジャパン GP で中村大輔と対戦し3から0の判定勝ちを収めた。この試合では聞くのは元来の構えである三鎮ではなく手をぶら下げたノーガードで戦った。2011年8月26日ディープ55インパクトのライト級タイトルマッチで広田水人と対戦し0から5の判定負けをキッシュ王座から陥落した。 2011年12月31日、元気ですか大晦日。2011で、長島自演をつゆーイとミックスルールで対戦し、ニアールに TKO 価値を収めた。2012年6月15日、ディープ58インパクトで、北岡悟と対戦し、0から3の判定負けを喫した。2013年3月9日、U、スピリッツアゲインにて、 UWFK ルールで伊藤数文と対戦し、開始29秒で TKO を勝ち。2013年10月、ブログで UFC と契約したことを発表した。2014年1月3日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、サファディーン VS リムでクインマルハーンと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。 2014年5月24日、UFC173 で、トニー・ファーガソンと対戦し、1RKO 負け。2014年9月20日、フェザー級転校初戦となった、UFC ファイトナイト、ハント VS、ネルソンで、サムシシリアと対戦し、2R にリアンレイキッドチョークで一本勝ち。2015年3月21日、ブラジルで開催された、UFC ファイトナイト、 マイアー VS ラフレアでケビン・ソーザと対戦し 1RKO 負け2015年9月27日日本で開催された UFC ファイトナイトバーネット VS ネルソンでディエゴ・ブランダオンと対戦し1ィコ負け2016年4月11年間所属していたアライアンス・スクエアを辞めフリーとなった2016年6月ディープ76インパクトで 大山県のみすけと対戦し、2 r t k ィ勝利。フリー転校後の初試合であった。なお、フリー転校後も、交差勝吉への試合報告は欠かさず行っている。2016年7月、岩流島、ウェイオブザサムライ公開検証フィナールに参戦。クンタップチャンロンチャイと対戦し、1R4 秒で一本勝ち。2016年10月、 岩流島ゼムアジア武術選手権大会2016に参戦。決勝で、尾身川道みに勝利し優勝。2017年1月、岩流島世界武術団体対抗戦2017、インマイハマに日本代表の大将として出場。UFC で小牧を騎士していたケビン・ソウザに 1R1 本勝ち。 見事にリベンジを果たした。2017年9月に2018年1月と岩流島に出場して小勝ち、岩流島における連勝記録を伸ばした。2017年10月29日に千葉袖ヶ浦臨海スポーツセンターで開催された全日本テコンドー選手権東日本地区大会のマイナス8 0ラム級で優勝し、来年1月21日の全日本選手権。 出場権を獲得した。ありがとうございます。